あ、ねえねえグリコしよう。いいね、じゃああそこの電柱までね。グリコいっぱいなつつる。次勝ったら俺の勝ちだね。そう、グリコやった、俺の勝ち。グーリ、このままだと負ける。本気出すか。こーあれ、飛びすぎちゃったかな。あれ、火星あ、石だ。どっちが遠くまで飛ばせるか競争しよう。よっしゃ、俺から行くぞ。おりゃ、ダメだったな。じゃあ次やるすけど待んね。よし、本気できるぞ。うわうわ、おお、すげえ。あ、ねえ、ピンポンダッシュしようよ。でも見つかったらどうすんの。平気だって、先にやるから見といて。いたずらか。ほら、バレなかった。キータもやってみなよ。やってみる。よし、ピンポン押すぞ。何やってんだ。あの、ちょっとお話があって。じゃあ中でじっくりお話しようか。ほら、来い来い。あ、逃げよ。あ、UFO だ。どこ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 だよ、UFO。 どこ。あ、気のせいだった。てか、NSK 一回お辞儀してみてよ。あ、いいよ。領域展開無用空所何も見えん、何も感じん。一体何が起こった。もういたずらするのやめろよ。あ、ヤネスケ、ガム買おうよ。いらっしゃい。ガム5個ください。50個ください。はい、ありがとうございます。お、当たった。うわ、全部外れだ。全部当たった。ヤネスケって運持ってないんだね。くそ。はい、うんち。これで運気が上がるといいね。おい、聞いた。いい加減にしろよ。あ、ヤネスケ、上見て。くそ野郎が。ほら、かかってこいよ。待て。なんて運のいいやつだ。ラッキー。おら、あいつは自分の運の良さで自然現象まで味方につけてやがる。ほら、かかってこいよ。ほら、どうしたエネスケ、そんなもんかよ。原因は不明だが、キータは最強の運を持ってる。だが一人当たりに与えられる運の絶対量には限りがあるはずだ。今だ！参りました！俺の勝ちね。おい、こんなところで何してんだ？そういえば今日の授業、ヤネスケの回答が正しかったよ。ですよね。あと今日のテストはヤネスケとキータの点数が逆だったんだ。ですよね。まあそんなことはどうでもいいから、お前ら二人とも早く帰れ。帰るか。うん。キータ、今日のテストはどうだった？ごめんなさい、50点だった。あら、
また50点だったのね。え？聞いた。親の目は簡単にごまかせないわよ。ずっと分かってたの？聞いたは聞いたのままでいいのよ。お母さん。あ、キータのお母さん。ママ。何を外でスイッチしてるの？ごめんやねすけ。スペアあるから大丈夫だよ。なんだ言ってくれよ。しかしなんか様子がおかしかったな。ただいま。あら、お帰りなさい。今日は10人逮捕してきたよ。警官として誇らしいことだ。まあお父さんすごいじゃない。さ、ご飯用意してますよ。スキースキン、そんな無茶はやめなさい。体に気をつけて。うるさいな、お母さんは黙っててよ。ほら、コンジリ、ご飯にしようか。じゃあ、いただきます。いただきます。唐揚げ美味しい。おさん美味しいね。美味しい。でも俺は、握り食べたいんだけど。はっ。本樹さん、いい加減にしてちょうだい。食事のマナーも守れないなんて、母親失格じゃないの。ご飯もまずいし、私はもういりません。本樹里、お前も謝れ。すいません。これさっき出た金のうんち、運気が上がるって。うるさい、黙ってくれ。コンジュリさん、キータ君に当たるなんて母親失格だね。はい、すいませんでした。キータ君、あんなお母さんでかわいそうに。おばあちゃん。じゃあレクの時間です。今日はオナトミをします。イエーイ。子供は体力が大事だからな。10回、100回、いや、1000回止めるまでお昼ご飯なし。1000回頑張れ、ですか。頑張れ、いけ。それじゃあ、よーい、スタート。よし、行くぞ。頑張れ。行くぞ。早く飛べ。おい、誰だよ今のは。ユウトだろ。キータのせいだろ。お前だろ。こんなんじゃいつまでたっても犬が止められないね。みんな一回集合だ。いいか、お前ら。コンジュリー。はい。オーナーに入るには思い切りが大切だ。失敗してもいいから全力で入ってこい。ライダー。ユート。はい。オーナーでは姿勢をまっすぐ保つことも大切だ。そこを意識すればジャンプ力ももっと上がる。ラジャー。キーダ。はい。オーナー中に鼻をほじるのはやめてくれ。集中しろ。ブラジャー。返事は。ラジャー。みんなで協力すれば旋回なんて夢じゃない。頑張るぞ。なんだお前ら、さっきのふぬけた幼女から変わったな。行くぞ。コンジリ、行け。とりゃー。1、2、3、4、5。姿勢を正しく、一定のリズムで。ラジャー。920、921。もう少しだ。頑張れ。996 996 996 999 999。あー、ごめん、手が疲れて話しちゃった。
ねえ、よくも。おい、なんだお前ら、やめろ。なんだこれは。大縄ロボット完成。ちょっと誰か止めて。先生はずっとここでオーナーを回しといてください。我が名は無限ジャンプロボット。